宮崎敏夫は日本の海軍軍人。米駐在時代に情報活動に従事し、米国関係に摘発され国外追放処分を受ける。太平洋戦争中、連合艦隊戦人参謀に着せられるが、山本五十六の戦士により実現しなかった。最終階級は海軍大佐。兵庫県出身。神戸一中を経て、海軍兵学校48期を卒業。 石字は171名中5番。同期生に、神重徳、大石た持、三脇野らがいる。1921年6月、少尉任官。宮崎は、水雷学校高等科学生を主席で修了した水雷専攻士官である。宮崎は、慶順、長良水雷町、第一水雷戦隊参謀、薄雲館長等を務めた。 海軍大学高校師30期に進むが、海大の教育につき、感ずるところありと称し、サポタージュする。頭上演習で、アメリカ海軍艦隊指揮官役を務めて、日本艦隊を撃破し、教官には不評であった。しかし小沢寺三郎は、宮崎の先方に、好意的であった。海大卒業後、アメリカスタンフォード大学に駐在し、情報活動に従事する。この アメリカ海軍事務係下士官のハリー・トンプソンを協力者として運営していた。1935年4月、宮崎は逆スパイにかけられ国外追放となる。日本海軍の対米情報活動は1932年から1935年にかけてが最も充実していたが、宮崎が摘発されたことで日本海軍のスパイ網は壊滅した。 1941年10月大佐へ進級し、第5艦隊先人参謀として、太平洋戦争を迎える。連合艦隊司令長官、山本五十六は、先人参謀、黒島亀戸を信任していたが、1943年4月に、小沢寺三郎、草勝友一と会談した際に、黒島の鋼鉄を決めた。公認の推薦を頼まれた小沢が押したのは、宮崎であった。 山本は躊躇したが、小沢は気法を暗出できる人物として重ねて、宮崎を推し山本は了承した。しかし直後に山本は戦死したためこの人事案は実現していない。終戦直後、宮崎は小沢からこの件を伝えられ、強い感銘と衝動に駆られたと述べている。宮崎は第二図解士官大戦人参謀を経て、海外教官を務めていたが、 その後第17区逐大司令、水雷学校教官、天城艦長を歴任。天城が予備艦となったことに伴い、立花搭載予定の桂木の艦長を志願し、同艦長として終戦を迎えた。昭和13年12月15日付、海軍事例広報号外、第273号ほか、海軍事例広報、第2副院長事例広報、副院長、 第2福音局事例広報による、宮崎ではない。AB、4人の連合艦隊司令長官、山本56の作戦、連合艦隊作戦室から見た、太平洋戦争、日本海軍の情報活動、ハット AB、提督小沢寺サブローデン、ピアニッシモ、287から289、出展では、喫下と表記され、宮崎は、 特攻用小型戦闘機としている。ありがとうございます。